ヘアサロンでフォーエバールークスの斉藤です、よろしくお願いします。今日は、簡単に明日から売上を、上げるためのまずマインドの話をしていきたいと思います。すぐなんか売上上がるわけじゃないんですけど、でもやっぱりその辺気をつけると、絶対リピート率だったり、客単価だったりも、上がると思うので、その辺を話していきたいと思います。でまずやっぱりお客様が毎回毎回こうなんか来てくれるのって、当たり前ではないので、今もそのホットペッパーでお店が集客してくれてるのか、インスタで自分で集客してるのかは分かんないですけど、やっぱりお客様がこう来てくれるのっていうのは当たり前じゃないので、もちろん大事にしなきゃいけないんですけど、でも逆に言うとその時間をかければいいっていうことでもないので、だ時間をすごいかけないけど、やっぱり丁寧に見せて、でなおかつ、リピート率も上げるっていうのは、すごい大変なんですけど、でも絶対みんな一番最初はなんかデビューした時とかこの辺気をつけなきゃとかいろいろ考えたと思うんですけど、でも絶対デビューしていくと忘れちゃうと思うんで、その辺やっぱり思い出せるようなことも、こういうので話していけたらなと思います。であとはやっぱり、よくうちのお店の、スタッフでも、いたんですけど、なんか時間をかければかけるほどお客さんはなんか満足するって、思いがちなんですけど、意外とそうじゃなくて、今ってやっぱり昔はカットカラートリートメントで2時間半ぐらいで、帰ってたのが、カットカラートリートメントで2時間で帰るようになり、それが今は1時間半で帰れるとめちゃくちゃ嬉しいみたいな。やっぱりもう世の中の主婦の方とか、すごい時間ないんで、2時間かかるんだったらカットカラー行けないけど、1時間半だったらカットカラーでこのお店に行けるかもみたいな感じで思ってるっていうのを、まず理解することが大事ですよね。そこ理解しないで、2時間かかるんですよとか、このトリートメントもやったら2時間半もかかるんですよっていうと、どうやったって売り上げは上がらないですし、だからその辺をやっぱり、そのスタッフが多いサロンだったら全体でそういうマインドをセットするのも大事ですし、一人でやってたとしてもやっぱりそのタイムパフォーマンス上がらないと売り上げは全然上がらないんで、その辺の意識改革するのがまずは大事かなと思います。で次の動画では、80万から100万の壁で悩んでる人で見直すのは、技術ではなくまず接客だったり言葉遣いだったりっていうのを話していきたいと思います。今日もありがとうございました。